イギリスやカナダで最近相次いで中共のスパイが摘発されたことを受け、アメリカ・カリフォルニア州での中共スパイ、ファンファンの事例が再び注目を集めています。アメリカのネットメディアアクシオスは、アメリカ情報機関関係者と匿名の元選挙管理人の話を引用して、ファンファンは選挙の資金集め、広い人脈、個人的な魅力などを利用して政治家に接近したと報じています。 ファンファンは少なくとも中西部地方都市の市長二人と三年以上性的関係を持っていたといいます。中国のスパイが地方レベルの政治家に接近することはよくあることです。地方の市長や議員は将来州知事や国会議員になる可能性があるとわかっているからです。アクシオスの調査は民主党のエリック・ソウィエル下院議員に焦点を当てました。 2014年、ファンファンはスウォルエル氏の再選キャンペーンのための資金集めにも関わっていたと伝えられています。ファンファンはまた、スウォルエル事務所に少なくともインターン職員一人を紹介しており、スウォルエル議員自身も数年にわたり、複数のイベントで彼女と交流していたとされています。NTD ジャパンがお伝えしました。